スライスでボールをつきながら切る練習なんですけど、この時に手首を使って横のガッツで切らない、はい、少し腕を離してもらって、はい、両肘を背中に引くように肩甲骨を使う、肩甲骨をメインですね。腕は上手ですね。さすがですね。なるほど、ポテンシャルが違いますね。どうもゴンちゃんです。今日はテニスのゴンちゃん全国のスクールレッスン巡りということで、前回ノアインドアステージ西宮高3で、第1弾僕のフォアの差し込まれところをお送りさせていただいたんですけれども、今回は第2弾ということで、タウンインドアテニスアカデミー八潮高さんにお邪魔させていただいております。そして今日は石橋コーチにご協力いただきまして、ゴンちゃんのパワーアップ企画ですねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして今日は何をやるかと言いますと、まあ、前回はフォアの差し込まれだったんですけども、今日僕の悩みとしてはスライスがですね、こういいスライスは時たま出るんですけどなかなか安定しないと、で特に浮いてしまうことが多いんですね。なのでそこをもう少しこう安定させたいっていうところと、こう武器としても、利用できるようにですね、そこをもしコツとかがあれば教えていただきたいなと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、で実際ゴンちゃんのスライスを拝見させていただきましたけど、はい、やはり今のテニスダブルハンドが主流になってきてフェイスアップで簡単に返せるのでスライスを使う場面が必要性が減ってるとは思いますので、だからこそやっぱり苦手な方が一般の方にも多いと思うんで、ちょうどいい機会なんでやっていきたいと思います。はい、お願いします。やはり一つポイントだったのが、はい、やはりインパクト時にヘッドが出やすいってことですね。寝るとやっぱり浮きやすくなっちゃうんですかね。そうですね、ボールの下を触りやすいんでボールがホップしていく形になりやすい。なるほど、なるほど。やっぱそこ一つ提案としては少しラケットを立てて、はい、で、まあ、イメージとして今は縦のバットで切るようなバットが強いと思うので、それをヘッドを立てた状態で横のバットで押さえ込むに変えて、その感覚なかったです。はい、ボールが浮かないで滑り始めると。はい、まあ、ただちょっと難易度は高いと、はい、まあ、今日の流れとして、まあ、僕のいつものレッスンで大事にしていることですけど、悩みがあったので、はい、それに対して僕の提案させてもらったので、はい、それが一致したということで、そうですね、はい、で次その練習と、まあ、今日のゴールを見せながら、噛み砕いて、段階的にやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ポイントとしては、手首が伸びずにヘッドが立ちっぱなしっていうのと、打点が前ではなくて少し横、はい、もしくは後ろって表現になると思うん
で、はい、少し引きつけて打てるようになると思います。はい、分かりました。まずは石橋コーチのお手本を見せてもらえるということで、少し見てイメージをつけたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。でスライスでボールを浮かさないコツとして僕が大事にしているのはさっきのポイント1つ目ですけど、はい、ヘッドが立っていること、はい、ヘッドを立てて打つことによってガットの横ガットに対してボールを引っ掛けていくことができます。はい、ボールを下に押さえ込みやすくなります。ガットを使うと、そう、はい、それに対してヘッドが寝てくると縦のガットができるのでボールの下を舐めやすい。そうするとボールが沈むと浮きやすくなります。そこを立てたまま押さえる、はい、なるべく立てる。そうですね。でその意識をして、クロスのガットをうまく使う。そうですね。わかりました。はい、でその練習ちょっとしてみましょう。はい、スライスでボールをつきながら切る練習なんですけど、この時に手首を使って横のガットで切らない、はい、少し腕を離してもらって、はい、両肘を背中に引くように。肩甲骨を使うように。そう、肩甲骨をメインですね。腕はあまり使いすぎないのが面の安定にもつながりますし、はいはい、クロスのバットでボールを抑える。じゃあ肘とかも使わない方がいいですよね。こうなるべくこう手を伸ばした形 で、ね、力が入りやすい形で、はい、そのままでこう、はい、はい、了解です。じゃあちょっとやってみましょう。はい、難しい。あ、上手ですね。さすがですね。なるほど、ポテンシャルが違いますね。いや、結構難しいですね。難しいですね。それを前で手首で切っちゃう方が多いんで、はい、やっぱり狙いが安定しにくいと思う。いいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。で次の段階としては今の体の横で使っていけるとそのままスライスになるんですけど、うん、テイクバックの大きさかなと、はい、ヘッドを立てて捉えるってことは、はい、打点が体が前だと体が開いてヘッドが寝てくるので、はい、少し後ろで取らなきゃいけない、はい、ってことは引く量が小さいと、はい、結局打点までの距離が出ないで、なるほど、体が開いて前に出ます。結構 あんまり大きく振りかぶっちゃうといけないのかなと思ってたんですけど、しっかり引いた方がいいっていうことですね。その分打点間が後ろになるので、はいはい、打点までの距離は一緒だと思います。わ、はい、かりました。やっぱり今オープンフェイスのフェイスアップのバックハンドの技術が確立されてきてるんで、はいはい、やっぱ大きく引くバックが減ってきてると思うんで、はい、両手打ちの方は特に難しいと思うんで、わかります。少し両手のバックハンドよりも大きく引いて打点も後ろめに取るってことですね。わかりました。さっき あのこの第一段階の練習でしっかりあのクロスのガットを使うっていうのは、こう身についてきたところだと思うので、ちょっと実践的に、やっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。でヘッドを立てて打点を後ろで取るためにはそれよりさらに後ろのテイクバックが必要になっています。それが正面のボールで近いところでやるとどうしても引く勇気が出ないと思うのでわざと少し遠いところに出すので先ほどのクロスガットを立てた状態で使いやすいと思うので少し遠いところから練習してみましょう。はい、ありがとうございます。上手、変えましたね。今石橋コーチに教えていただいたように1点目まずしっかりクロスのガットを使うということで、まあ、ラケットを寝せないというところそして、走りながらの球出しではしっかり大きく引くところと打点を遅らせるというところが意識することができましたのでその2点しっかり実践でできるかというところをこれからまた、通常の球出しでやってみたいと思います。
ということで今日は石橋コーチにスライスを教えていただきました。これまで少しこう不安定だったスライス、特にこう浮いてしまったようなスライスがですね、しっかりクロスガットを使うっていう意識が僕の中ではすごく新鮮で、その意識を取り入れたことによってしっかりと安定して滑るスライスっていうのを打てるようになったんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。すごく良くなりましたね。はい、本当に自分でもびっくりするぐらい良くなりました。はい、で画像だと分かりやすいと思うんですけど、はい、跳ねないプラスクロスのボールが少し外に跳ねるようになってきます、ね。そうですね、ちょっとサイドスピンというか、逆にストレート側のこう逃げるスライスっていうのを打ててたんですけど、こっち側に逃げるのはあんまり打ててなかったんで、それは大きいです。はい、とプレスメントじゃなくてその2バウンドギリギリの位置が変わると思うんで、はいはい、シングルスやる方にはすごく、コート広く使いやすいと思うんで、はい、新しい回転として皆さんも取り入れてみてください。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。では最後にこちらのタウンインドアテニスアカデミー八代光さんなんですけれども、2019年1月1日にグランドオープンを控えていらっしゃいます。ぜひ視聴者の皆さんもこちら埼玉県八代市にございますので足を運んでいただければと思います。はい、タウンインドアテニスアカデミー八代光の特徴としては、駅前すぐ、冷暖房完備によって1年間快適にテニスを行えるので、週1通う癖をつけて皆様の健康維持につなげていけたらと思いますので、またテニスの指導もしっかりしますので、よろしくお願いいたします。そんな石橋コーチも参加、するイベントが12月1日にこちらで開催されます。埼玉県八潮市にこちらありまして、駅から徒歩4分というすごく好立地な、場所にございますので、ぜひぜひ、お越しいただければと思います。でイベントに関してまだ、9時半から11時半の枠ですね、こちらの方が空きがございます。で午後の部はもういっぱいということで締め切らせていただくんですけれども、午前中まだ空きがあるということで、今までは高校生以下を対象とさせていただいてたんですけれども、もう年齢制限なくしてどなたでも参加できるようにしていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ一般の方でも午前中参加できるという方はお申し込みいただければと思います。人数も少ないので密なレッスンができると思いますので、はい、よろしくお願いします。丁寧かつ楽しいレッスンを、はい、スタッフ一同心がけてますので、はい、皆さんお待ちしております。はい、よろしくお願いします。もう僕が動画で教えてもらったようにすごく丁寧に段階的に教えてもらえるというのがすごく魅力的な、レッスンかなと思いますので、ぜひ皆さんのご応募をお待ちしております。